8月27日木曜日。今日の天気は曇りのち時々雨。日本放送、飯田浩二、OK! 工事の OK、工事やフォー。 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、有楽町日本放送の,あの屋上の温度計27.9度ですが今日は湿度高いですね87.8%、ね、玄関開けるとうわ蒸し暑いというね <laughs> 感じになっております。で、今日差しあるんですが、はい、これがあの雨が降るっていうことでね。えー、今日は曇りのち、時々雨、なんか昼前ぐらいから降るのかね。えっとですね。もうすでにレーダー見てみますと、東京中心に降っているところ、ところどころにありまして。ほうほう今日はですね。午前中から雨が降ったり止んだりをもう繰り返す、そんなお天気になりそうですね。お出かけされる方は、カバンの中に折りたたみの傘があると良さそうですね。はい。そうですね。はい。 さあ、あのー、昨日はもうドピーカンでしたけども、まあその中、私、ちょっと昨日はですね六本木一丁目に行く用事がありまして、<ら>というのは、何もおしゃれなところにおしゃれなところに行ったわけじゃないっていうと、行った先に対して、リスしてるように聞こえるかもしれないんですけど、ね、<laughs> <laughs> そうですね、あのー、知り合いが、ですね、えー、テレビ東京に勤めてる記者の知り合いがいて、あそこ、まあ、テレビももちろんやってますけど、あのー、結構、インターネットの、YouTube チャンネルとかにすごい力を入れて、逆、えー どうせだったらちょっと出ないとか言われてです、ね「で、うん、えねいいのいいの?いいの」なんて言ってあ<ら>まあ番組の宣伝とあと本の宣伝ができるぞと思って「であっ出る出る出る」なんて言って、はい、で昨日がちょうど収録日だったんですよ。 そうなんです。なんであのー、昨日収録してすごいですね早いですね。あのー、テレビ局だからやっぱりね編集に手間暇かけるのかなと思ったら、うん、いやもうあのー、明日のどうそうだな夜ぐらいには上がるからっていうふうに言われてですね。今日の夜ってことですか？はい、おっしゃる通りです。<ー>今日の夜ぐらいにテレ東ニュースっていう YouTube のまあチャンネルにおそらく上がるんじゃないかと思いますんで。ついによかったらご覧いただければと。ユーチューバーデビューですね。そういうわけじゃねえ。<laughs> ゲストとしてちょっと呼ばれた。 <laughs> まあ、あのそう思ってですね、だから先週の金曜日に髪の毛を切ったわけですよ。そっか、気合い入れてたわけですね。そうなんですよ。やっぱり顔出すときは。<laughs> そ,うそ,うそうそうそう。いや、あまりにも伸びきってたからと思って、ええ、でも、やっぱああいうのはさ、全くなれなくてさ、まずどこ見ていいかわからないじゃないかす、うん、で、あの、結構、あの、ラジオって、まあ、見えないことをいいことにですね、こう、我々マイクの前で結構動いてるんですよ。そうです。で、この動いてるのが全部バレちゃうんで、うん、いや、横を見てるとね、やっぱりあの、 テレビ記者の人はこうちゃんと座って、ちゃんとマイクの前で手を組んで、ですねほとんど動姿勢かないですよね。綺麗だよね、うん、で僕は横の人と話すからやっぱ目線を合わせながらさ、だからずっと多分画面横向いてる感じになると思うんだけど、<え> <laughs> あの話し続けてて、身振り手振りを繰り返すっていうね、<ら>おそらくそういう恥ずかしい映像になってると思いますんで、<laughs> もしよかったら、あの中身はですねあの報道について、ニュースについてとかいろいろ語ってますんでえ、よかったらご覧いただければと思います。 でその中で中国についてっていうのもね、やっぱ一つテーマとしてはやったんですけれども、まあそれ結構あの後になってからアップされると思うんですが、えー、今朝ですね、産経新聞はこれはね、よく滑り込ませたなっていう一面トップ、えー、中国中距離弾2発発射、南シナ海向けアメリカ牽制化という、えー、これですね、北京からのあのー、 北京の特派員電で、えー、書いてるんですがもともと香港のサウスチャイナモーニングポストってところが、えー、書いていたものでこれねサウスチャイナがウェブ版で上げてから2時間後ぐらいにはもうすでに、あのー、3件も書いてるっていうようなだから情報をすでに取ってたんだろうなという感じはあるんですが、えー、香港市サウスチャイナモーニングポストの電子版によると、えー、中国は26日、昨日の朝にですね、えー、内陸部の青海省青い海の省と書くところですが。 えー、そこと沿岸部の石膏省からそれぞれ中距離弾道ミサイルを一発ずつ南シナ海に向けて発射したとでこれ2つ性格が全く異なっていて1つは東風26というです、ねえー、射程4 0 0 0から4 5 0 0キロとされるものでこれあの中国から撃つとグアムまで届くというグアムキラーと呼ばれてますでもう1つが、えー、空母キラーと呼ばれているミサイルでこれが石膏省から撃ったものでいた、えー、1 5 0 0キロぐらい飛ぶとでこれなんでこれ撃ったかっていうと 今あの、中国軍がです、ね、南シナ海とそれから黄海、イエローシーさら、うん、にその奥にある渤海とかあの辺りで、えー、大規模な実弾を使った演習をしております。これあのハワイで行っているリムパックという艦、ねえー、太平洋地域の、ま、を中心としたです、ね、あの多国籍の海軍を集めての。 演習というものがあって、これあの、何も言ってないですけれども、中国を念頭にというのは、まあ、公然の事実というような感じで。で、それに対抗して中国は、あの、南シナ海と、それから、イエローシー、航海で演習を行ってるんですが、当然それをですね、え、アメリカ軍は、え、興味を持って見ていると、興味を持って見ているだけじゃなくて、え、US2 というですね、あ、ごめんなさい、U2 だ、えー、という、まあ、これあの、冷戦の時代からある偵察機を飛ばしたりだとかですね、え、いろんなことをやっているんですが、これに対して、 牽制をしてきているということだそうです。まあ、あの、考えてみるとですね、ここ、あのー、ここのところずっと、まあ、南シナ海で、えー、空母をですね、あのー、 同時に3隻最大で、えー、いたとされるアメリカ軍は、えー、結構大規模な演習を行っていてそれに実は、えー、日本からの海上自衛隊だとかオーストラリアの海軍も、えー、一緒にやったなんていう話が出てきていてそれが7月の頭ぐらいで、えー、さらに台湾にあの厚生長官アメリカのね閣僚として、まあ、今までで最上位の人が、えー、行ったというようなことがありそれに向けて中国軍は今度戦闘機を出してきて えー、台湾軍と一触即発になっていたなんていう報道もあったと、まあ、ここのところですね、こうプレッシャーの掛け合いをずっと続けているんですが、ええー、この弾道ミサイルを撃ってきたぞっていうのは、フェーズがまた変わっているというのはですね、北朝鮮が弾道ミサイルを撃ったときは、日本のメディアはあれだけ大騒ぎするのに、ええー、これ、 産経だけが今のところ帰ってきているということがあって、ひょっとしたらあの、各所追っかけるのかもしれないんですけれども、これはですね、南シナ海っていうのは、言わずと知れた日本の生命線、シーレーンと、ここが止まると、石油だとか、まあ、食料品なども含めて、日本に対して入ってくる物資というのが本当止められるというところになりますんで、ここが自由で安定しているということが何よりも重要だと。まあ、そういうこともあるんで、えー、集団的自衛権の一部容認とか、 ですねえー、そういうことまで含めて、えー、抑止力をちゃんと効かせようというのを、安倍政権の中でやってきたわけですが、えー、いよいよその姿勢というものが試される時期になってきているということがあります、えー。後ほどですね、これ、あの、飯田鈴木さんとも、まあ、南境をめぐってはいろいろ対中制裁なども出てきてますんで、えー、深めていこうとも思っております。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、ニュースについてご意見、感想などお待ちしております。あの、すでにいいオープニングのね、話について来ております。ツイッター、田野路さん。まあ、ここまでの論調が論調だから、産経は北京から追い出されていて、だからかけるとかだったりするのかな、といただきました。いや、あのね、北京からなんですよ、これ。うん、あの、産経、確かに、あの、一時期追い出されたっていうのはありますけれども、今、ちゃんと北京に、えー、特派員を派遣しています。この、あの、今日書いてる西見記者っていうのはですね、えー、北大河に、 えー、国体が会議っていう長老たちが集まる会議とかの時にですねそこにこう行ってであの公安に止められたりなんかしながらですねこう取材を続けたりなんかするっていう結構こうあのー、緊迫した読ませる文章を書く人で面白いっすよ、えーえー、この辺も含めてですねまああの達がどう書けるのかっていうのを見ていきたいとも思っております、えー、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです、えー、取り上げるニュースまずは日本 とイギリスの貿易交渉について、まあ、EU 抜けますんで、新しい協定を作っとかないと WTO のルールに戻っちゃうということがありますえ。近く合意へという話が出てきました。それから GoTo トラベル東京追加について、新型コロナ感染の危険度見直し検討、さらにジャクソンホール会議、そしてアメリカ南シナ海をめぐって対中制裁と。 こういうところも取り上げます。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に千葉県調整地域から農産物と特産品の詰め合わせをプレゼントしています。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。 ここが気になるのコーナーナです、えーまあ、このところねニュース、まあ、コロナの話と、まあ、それからこうアメリカと中国みたいなところっていうのは、えー、いろんな角度からニュースが出てくるんですけれども、えー、こちらあ、今日のですね日本経済新聞の4面政治面のところで、えー、書いているんですが企業、大学内のスパイ抑止という経済安保政策を追うというですね特集の中で えー、自民党はですね、あのー、新国際秩序創造戦略本部っていう会合の中で、この,あの企業や大学の中の安全保障上の重要な情報をどうやって守っていくのかっていうところで議論をしていると、でえー、自民党が対策を提言しようとしているんだと、検討を始めたということを書いています。あのー、ここははですね、えー、新国際秩序創造戦略本部、まあ元々は あの国際的な。 あの、企画とかそういうのを日本が指導して取れたらビジネス的にもいいよねっていうところもあったんですが、まあ、あの、それ以外にもこういった、あの、経済と安全保障というもの、まあ、これ、えー、政府の中に国家安全保障会議、そしてその下に事務局機能として国家安全保障局という、まあ、官僚機構がありますけれども、えー、その中に経済班というのを作って、まあ、あのー、経済活動と安全保障というのを総合的に見ていこうというのはだんだん始まってるんですが、それをま、あの、 自民党の側でも議論するということでありますでこれあの、例えば社員だとか、それから大学に研究員だとか教授だとかで入っていってで、安全保障上の重要な情報を手に入れて、そしてそれを、えー、他国に、えー、持っていく、あるいは教える、まあ、これ、あの日系の紙面では中国想定というふうにちゃんとお見出しにもとってますけれども、まあ、こういったことが、まあ、か諸外国でもおいろいろと叫ばれていますけれども、日本に関してはほとんどおそれを防ぐということが、 できなかったとであのたまにそういう機密情報が漏れたって言って、えー、例えば逮捕されるなんていう事案の時も外為法違反とかですね、まあ、あのそのそのおのの法律なんでこれが適用されるのっていうようなものを組み合わせないとなかなか、ま、守ることができなかったとこういうことがあるんで、えー、それをですね、えー、きちんと 流出しないようにしていこうと。まあ、あの、政府との間で、えー、社内管理などの指針をまず政府が出して、で、それに基づいてですね、えー、企業にきちんと管理してもらおうということもあるんですが、まあ、これと、あの、もう一つう、スパイ対策という意味で言うと、あの、情報を、に接するときに、その、接する人が、あのー、 危険がないかどうかっていうのを、こう、諸外国の場合は、まあ、ある意味の身元調査みたいなものをやると。で、これをセキュリティクリアランスというふうに言うそうなんですが、えー、これをですね、取らない限りは情報にアクセスができないというような制度が確立されています。だから、あの、まあ、これね、えー、国家公務員に関しては、えー、 まあ、特定秘密保護法というのを作った時にある程度のこうチェックをするんだということで、えーまあ、先に寄った先であっても漏らした場合にはちゃんと原罰が下るからねっていうのも合わせてやっているわけですが、あのー、これ安全保障に関わるところの重要な情報に関してはそういったセキュリティクリアランスを国家公務員だけでなくって民間企業でもやっていくというふうにこれしとかないとどこにどっか穴があるとそこから漏れるということが 容易に考えられますんで、えー、その辺もですねおそらくはあの議論の中に訴状、えー、には上がってきているとは思いますけれどもえ、えー、重要だろうと思いますし、まあ、そのお話の流れからいくとですねここであのかつて前にも触れたことありますけれどもあのアメリカで、えー、その辺で学術の面からじゃ輸出の一つの穴になっているのが、えー、中国が国際交流の名目で作っている孔子学園というものなんじゃないかとういうようなことも言われております。でえー、日本では自由 のの大学にそういいいったものが設置されているとされれててるとます、えー、有名な大学の中にも設置されているということもありますので、えー、この辺ですね学術それから経済、えー、今までの企業というもの、まあ、この辺はあまり規制がかからなかったところにもだんだんと焦点が当てられてきていると、まあ、日本も遅ればせながら点々点,点というところだと思います。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてメールやツイッターで様々いただきますが南シナ海の情勢についてっていうのはね、えー、こちらツイッターやっさんさんです あの、潜水艦の魚雷で通商破壊なんてされた日には、重油に小麦に生活はパニックになりますと。そうなんですよね。まあ、石油だけじゃなくって、あそこはいろんなものがこう通って日本にやってきているということを考えると、ここを守っていくというのは一つ。えー、重要な、まあちょっとね、遠いところなんで、まあ日本関係ないかなって思いがちなんですけど、そんなことがないということがわかると思います。 さあ、次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますあの、うちの近所、学校が始まったみたいで子供たちが行ってるんですけど、ほうほう大学はまだですかね大学、後期もリモート対応の大学がやはり関東は多いですね。おお、あ、関東と関西でちょっと様子が違ちょっと温度差があって、 で比較的関西の方が対面授業に前のめりで関西の方が前のめりでめり、えー、関東の方はあの大きい講義はやっぱりリモートを続けてゼミだけリアルみたいなところが多いですねなるほどねやっぱりこう大人数密になったらまずいっていうのがそうですねうんうんまあまあどこまで、えーまあ、付き合うのかっていうのは難しいところだと思うんですけれどもね、えー、今日もコロナの話も入ってきてます今日もよろしくお願いします お願いします。ますここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送のラジオ番組飯田康次の OK 康次アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、コメンテーターへの質問をお待ちしています。ぜひメール、Twitter でお寄せください。番組で紹介いたします。 番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたツイッターで参加しているあなた皆さんに当たるチャンスですコージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています併せてメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします そして毎週土曜日には「コージーアップ週末増刊号」と題した1週間のコージーアップをぎゅっと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信していますニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんですこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にももれなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひこちらもお楽しみに では最初のニュースこちらです日英貿易交渉 EU と同じ程度の優遇関税で近く合意へ政府は昨日イギリス政府との新たな貿易協定交渉で最後の課題となっていたイギリス産のブルーチーズの関税について EU ヨーロッパ連合との EPA 経済連携協定の優遇関税をそのまま踏襲し低水準で抑えることが分かりました えー、イギリス EU 離脱しちゃいますので、うん、協定を一個一個結び直さなきゃいけないということだそうです、ね。はい、でもその中で主要国と結ぶ初めての合意なので、はい、イギリスとしてはかなり意味の大きい。でえーまあ、これ 正直、落とし所はある程度決まってたと思うんですね。ああ、そうなんですね。で、日本とイギリスの間で、はい、シビアな貿易上の課題ってあんまりないので、で、その意味でも、やっぱりイギリスが日本との交渉を優先したと。はい。で、日本さんと、 こんな感じの協定になっておりますと。ええ、で、他の国と交渉していくという、まあ、あの、形になったと思うんですけれども、はい、一部で報道されていました、ブルーチーズ、ー青カビチーズの問題についても、はい、まあこれはある程度、日本側にとってこの青カビ、特にあの、イギリスの主要な青カビチーズって言うと、スティルトンという銘柄がありますけれども、あの、すごく、 うん、アクセントの強い塩の効いた、はい、まあ美味しいんですけど、えー、あのですがあの日本国内で類するチーズを作ってないのですねう一部に、まあ、試みとして作ってるけど大きな流通ではないのでんそんな強い対立点じゃないんですね。なるほどでお互い、まあ、イギリス側は、えー、まあ正直もう全てを譲って。 えでも、なんとか、あの、こういった、しっかり高レベルの、まあ、防疫交渉しないといけないので、はい、で、まあ、 ある意味、ちょっと、え、ブルーチーズで、え、揉めたのは、うん、まあ、向こうに花を持たせるっていう。<ー>一応、イギリスも押し返したぞ、と。全部押し、ね、<laughs> 押されたわけじゃないと、と。全部日本の言う通りにして、ハンコはンコはつかないか、イギリスが。サインして帰ってきました、っていうふうにはしませんでしたよ、ということだと思うんですけれども。で、え、今後ですね、まあ、もちろん、ブレキジットに関わる貿易もそうなんですけれども、はいえー、日本とイギリス、 または今後ですと日本とオーストラリア、うん、そしてニュージーランドといった国の結びつきって、後々どんどん重要になってくる。うん、それ今日も話題として設定されてますけれども、はい、いわゆる中国との関係性というのをどのように考えていくのか。うん、そういった中で、まま、中国以外の国との結びつきというのが、ま 貿易上、経済上もそうだし、安全保障上、そして情報の問題、えー、こういったところでも重要度、どんどん上がっていくと思うんですね。う まあ中国をこう睨みながらっていうとイギリスはやっぱファイブ・アイズと呼ばれるえアメリカ、イギリスカナダ、オーストラリアニュージーランドのまあ秘密情報のねえまあ共有する組織みたいなものがあると、まあ、ここに日本も入るかどうかみたいな話がちょっとにわかに議論になってきましたよね。 この東アジア、またはアジア太平洋エリアの安全保障を考えるときに、はい、安全保障ばっかりに傾注してしまうと、う今度はですね、経済問題どうするんだと。 特にファイブアイズの中ですと、はい、オーストラリア、ニュージーランド、日本の三国は、対中貿易依存度が非常に高い国です。はい、では、じゃあ、中国と、もちろん、あの、別にね、あの、ホットボ帽をしようっていうわけじゃない。実際の戦争をするわけじゃないので、もちろん貿易をしないってわけじゃないんですけれども、一部の商品について、特に、まあ、情報機器関連について、 まあ中国との結びつきをほどいていくとすると代わりにじゃあどことそういった情報通信産業についての貿易とかあとは原材料であってあとは農作物であってというまあえ供給のチェーンをどこから買ってどこに売るのかっていう結びつきを作ってい 行かないといけないといいとけですから、まあ、今回の場合はあの EU 離脱という、はい、ちょっと突発的な <laughs> 突発的というかねあのイギリス独自の事情によるものでしたけれども今後日本とイギリスの間での、うんまあ、取引であったり、えーまあ、外交っていうのはもう一つの、うんまあ、日本の場合はやはり同盟関係から言って日米が基軸なわけですけれども、はい、日英というのも重要になってくるんじゃないでしょうか。うん まずは日 A の貿易交渉についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです政府 GoTo トラベルの東京追加は9月に判断東京都においても発生時点で見た感染状況や実効再生産数はですね7月末あ末頃ピークに低下傾向にあるのではないかというご指摘分析を頂い,いているところでございます ゴート,トラブル事業におけるこの東京都の取り扱いにつきましては、今後、こうした感染状況などを総合的に考慮しです、ね、政府全体として検討し、専門家のご意見を伺いながら、適切に判断してまいりたいというふうに考えているところでございます。 え、お聞きいただきましたのは、昨日の衆議院内閣委員会閉会中審査での、西村経済再生担当大臣の発言でした。政府の観光支援事業、GoTo ト,トラベルにおける今後の東京発着の旅行について、9月に判断すると、答弁をしております。はい。はい。まあ、GoTo、えー、うん、まあ、1ヶ月ちょい経ちましたね。そうですね。はい。で、えー、まあ、 一応ですね、えー、利用者は420万人ということになっています。はい。これはやはりですね、東京が除外されたこと。はい。で、それによって東京の方が旅行しないだけじゃなく、うんまあ旅行どうなんだろう今行っていいのかなみたいな、あの、雰囲気が広がったことで、当初よりはやはり利用者が少ないというイメージなんですね。はい、うんで、420万って聞くと、あ、随分すごい。みんな使ったんじゃないかって思われるかもしれません。 がはい、昨年1年間2019年で、うん、日本人は、はい、日本国内に4.8億博してます。お、えー、そうなんですかそうなんです。月当たり大体いい4000万博してるんですね。はい、ほうほうで、えー、まあ、平常時だったら月当たり4000万博してるはずなのが、えー、今回まあ、使ったのが420。まあ、ただあの、まあ、この4.8億博、 月4000万泊というのはビジネスストリップも含んでるので、ね、もちろん出張で泊まるっていうのは、ね、もちろん観光だけではないんですけれども、はい、そう考えるとまあちょっと当初期待ほどは利用が伸びなかったとなるほどでなぜ、はい、こうやって GoTo トラベルとか GoTo イート今度始まる事業者も決定しました。はい なぜかというとですね、ええ、今回のコロナショックって落ち込みが一様じゃないんですよ、うん、全部の業界で全部が沈んだっていうんだったら他にもやりようあるんですけれども、うん、今回の場合旅行は、えー、まあ インンバウンド観光、はい、減ですうーん海外から人入ってこないですかね、はい、今ね。で、一方国内、はい、つまり日本人が日本国内に旅行するものもですね、えーま、6月に少し回復して、えーま、去年の平均に比べて90%減です。はい おそれでも9割減。減で、うん、これで GoTo があったので、はい、おそらく地域によっては7割減ぐらいまで戻してるところがあるんじゃないかな、うん、で戻してるっていうのもちょっとね7割減ですからいす、ね、はい、うん、でそして今度 GoTo イート飲食についてもですね、はい、一応これ6月の時点ですと外食に、うんまあ、一般的な平均的な家計が使った金額が去年に比べて3割減ってますあっ3割減 でもんで3割かというとファミレスファストフードこういったものは別に減ってないのでおお普段使いみたいなものそうなんですそうなんですで3割減してるというのはいかに例えばレストランとかお寿司屋さんそして居酒屋パブスナック類こちらがどんだけ落ち込んでるかうんでまあこれ 電話帳データなんですけれども、はい、全国のスナックの件数が、ここまあ3か月間でえまあ1万件近く減ったんじゃないかというなんですか あ、電話帳に載せななた電話帳に載せなくなった。はあ<ー>。で、実際もっと減ってる、と思われるのは、はい、地方県のスナックの場合、電話番号がもともと自宅兼用のケースがあ、あ、わかる。ありますね。自宅の一角がスナックになってるみたいなところ。<laughs> そ,うそ,うそう。はい。で、そういったところは、あの、もしかしたら実際、 あのご商売の方はもうやめ、閉じられてるけれども、ご自宅はまあ住まわれてるので、電話そのまんまっていうケースもあると思いますので、そういった状況、一方で、これ、もう一つデータとして、日本人が4、5、6月に食事に使った費用、これ、横ばいなんです。か飲食まあアルルコーもも含めですけれども これどういうことかというと、えーえー、外食食ししなくなくった分、うん、内食してますのであ確かにああ飲みに行かなくなったからちょっといいの買おうかみたいな,な<ー>食べ物に使ってる額変わってないんですよねなるほどその中で外食が激減してるわけですから、えーえー、こういうふうにですね特定の産業に いきなりとんでもない負荷がかかっちゃってる。だからそれをなんとかしたいというのをわかります。<ー>でそして GoTo 随分、まあタイミング悪かったなと思うんですけれども、はい、批判ありながらも、この420万人利用して、うん、現在のところ、まあ確認されている感染者が17名。はい、でしかもうち7名はいわゆる職場内でのクラスター感染なので、うん、GoTo なのかなと<ー>こういう。はい。えー、と考えるとですね、ええ、これあの、私自身、 かなり以前から似たような指摘してきましたけれども、うん、観光って濃厚接触しにくい活動なんですよね。で、えー、皆さん、あの、実際のところどうですか温泉旅行とか、はい、あとはあのビーチに遊びに行って、うん、現地の方と30分近距離で話すって、やってます やってますって別になんか、えー、やらなきゃいけないことでもないわけなんですが確かにそんなに言葉を交わすってないですね<う>さらにまあ,あの売り買いとか食事をサーブしてくれるとかそういうんであればあの従業員さんの方はマスクしてるでしょうし例えばこちらも例えばあのお店で買い物お土産物を買うとかっていう時マスクしてるしてます、ね、わけですよね。うん、そういった中でもともとと観光 っていうのが感染拡大に対してそんなに強く作用するものではないっていうのをう政府は事前にちゃんと自だららししてから始めるべきだったと、はい、あ確かに専門家会議の尾身会長などは、うん、あのもし旅行とか移動でこんなにね言うような感染が広がるんだったらとっくに広がってるという話をしてたりしましたがあんまりこれが。 報じられないってことですね。そうですね。例えば、まあ、そうやって電車に乗ってて移るんであれば、はい。東京の通勤電車はどうするんですかと、と、うん。いや、本当そうですよね。うん、しかも、県をまたいでみんな通勤してくるだろうって話ですから。でえー、しかし、やはりその、通勤電車が強い感染源になったというのは、あまりいい、うん、まあ、発見されていない。はい。そう考えるとですね、えー、いわゆる、 まあただまあ、これ言いにくいは言いにくいんですけど、規制のような形だと、あ<ー>まあ、それは濃厚接触すると思うんですよね。まあ、地元にいる親と30分以上はまあ、しゃべりますかね、うん。まあまあま、あそうですね。何のために帰ったのか分かんなくなっちゃいますからね。うん、そうですね。なので、あの、ちょっと地ならしが足りなかったかなと。えー、ですから、秋以降、東京追加の際、はいえー、それをちゃんと遂行するためには、 実際にこのパッケージというか、この政策をえ意味のあるものにするためには、例えばその旅行先ではこういうふうに行動しましょうとか、あとは、まあ、あの、あまり濃厚接触をしないような形での観光活動の楽しみ方にはこんなものがありますよとか、そういったものをしっかりと示して、 え、地ならしした上で、はい、東京も含めたあ全国的な GoTo トラベルっていうのを、えー、まあ、実施していく。そうしないとですね、<ー>正直宿泊関連業を持たない。 これ、ねあの、特定のところにものすごい負荷がかかった上に、その業界が結構、裾野が広いとそうなんです働いてる人は関連まで含めると、結構多いでですすよねそうなんです旅行関連というと、ホテル、<え>うまあ、旅館はもう当然なんですけれども、必ずその周りのお土産物屋さんであったり、さら、はいえー、に周りの,そのお土産物屋さんやあ宿泊施設に商品を卸してるい、うん、えー、でかつですね、 地元資本のの割合がが非常に高いのが特徴なんですあなるほど。旅館ホテル、もちろん全国とか、ええ、世界的なチェーンのホテルもありますが、すうん、やっぱり地場で、地元で長い会社って、うん、結構あの、まあ、江戸時代からある、うん、旅館であったり、ええ、老舗の旗子みたいなところがそ,、ね、そのままやっているというもう、その県で最初に近代的なホテルを建てましたみたいな、はい、会社だったりする。ええええ でお土産物屋さんしかりこういった裾野の広さというのを考えるとピンンポイント給付って難しいんですよあなるほどそっかだからこそ地方創生というとまず観光っていうのが出てきてたわけですよね,すよね地元にお金がいくと。こんなことやるより給付金だって言いますけれども、はい、これあのホテルに給付してもまあ ダメというか、<ー>効果が小さいんですね。こまいるやホテるだけじゃない。業界全体というか、もっとこの生態系全体に染み渡んなきゃいけないと。で,ね、で、飲食もそうです。<ー>やはりですね、あの、地元で経済を回すという時に、非常に、はいまあ、ちっちゃい個人店とかはもちろん地元、地元資本っていうのも不思議な言い方ですが、あの、ですからこれをどうやってワークさせるかっていうのを次のステップとして考えていく必要があるんじゃないですか。はい かねえー、この時間明治大学准教授で経済学者飯田泰之さんとお送りしてまいりました続いて教えてニュースキーワードですジャクソンホール会議 ジャクソンホールとはアメリカ・ワイオミング州の秘書地の名前ですここで毎年中央銀行のトップらが参加して開く経済シンポジウム、えー、これをジャクソンホール会議と言います、えー、今年は日本時間の明日から2日間オンラインで開催されます えー、パウエル議長、アメリカの FRB ・連邦準備制度理事会の理事長です議長ですが、えー、講演をしまして、金融政策の新しい指針について言及する可能性があると、うん、でこれはあのジャクソン・ホール会議やるよっていうふうに告知をしたら、もう飯田さん、ぜひ聞きたいですって結構、ツイッターとかでいただいておりまして、<お>えー、はいいありがとうございますで、えーまあ、今回、えー、一番注目されているのは、はい、やはり FRB のパウエル議長が、えー、このゼロ金利の期間、はい、のについて、 いてえーま、より長期化いつまでゼロ金利の状態を続けるのか、うん、具体的な数値への言及があるんじゃないかと。はい、で、えー、なぜこのゼロ金利の長期化が重要かというと、うんはい、例えば今後3年間短期金利1か月とか2か月 2>、うんま、実際には1日なんですけれども、うんはい、1>, 1日単位の貸付の金利が今後3年間ゼロだったら。ええ まあもちろん正確にはいかないんですけれども、3年後までの貸し出しもゼロってことですよね。ずっとゼロなすで理論的には。ね、まあ多少あの決済コストとかだからあるので、ぴったりゼロにはならないんですけれども、つまりは、より長期にわたって金利が低い状態が続く。 うん、ことを宣言するかどうか。はい、ここが、まあ、いわゆるアメリカ経済としては、一番の注目点になるんですが、うんえー、実は私は今回、ジャクソンホールカンファレンスもう一つ注目をしていまして、はい、今回のコロナショックで、世界の金融市場っていうのが非常に不安定になってます。うん、で、中でも発展途上国で、うんえーま、経済の活動水準が下がると、はいえー、正常不安だったり、 その国初の、うん、その国の中での金融危機が起きたりはい。 正直ですね、えー、コロナというのは、現時点ですと、うん、まだあ今後の回復というのが、ある程度2年3年で可能かもしれない。というふうに言われてる。はい。なぜかというと、まだ金融危機が起きてないからなんです。<ー>で、えー、これをですね、はい、特にそういった資金力が弱い発展途上国から金融危機、これ98年に、はい。1998年アジア金融危機なんかが典型ですけれども、ええええ、そういった国際的な金融危機 いう危機ににしないために主要国の中央銀行まあ実際にはまあアメリカの FRB バンク・オブ・イングランド日銀ヨーロッパ中央銀行このぐらいになると思うんですけれども、はい、それがどういう役割を果たすことができるのか、うん、ですから少しですね各国もちろん中央銀行っていうのは自分の国の経済 の安定のために最大限の努力をするわけなんですが、はい、今回の場合は少し途上国も含めた国際的な枠組みについて<ー>、えー、例えば、緊急時は例えば FRB はどのぐらい緊急で資金を出す余裕があるとかつもりがあるとか、うん、そういったところまで踏み込んで発言があるとですね、うん、え市場も安心するし。で金融危機につながらなければ、はい コロナショックいいことほとんど何もないんですけれども、あの、唯一いいことは何か物理的に壊れたわけじゃないっていうのが。ああ工場が破壊,破壊されたとか、そう、流されたとかではないっていうのが、うんえーま 最後の踏みとどまるポイントで、えー、ここで失敗するとですね、はい、それこそコロナショックの次の年にリーマンショックが来ましたっていう状況になってしまったら、<ー>ちょっと目も当てられない。うんうん、世界中で正常不安というか起こりますよね、はい、なので、えー、これ中央銀行もそうですし、今後国際的な、えー、まあ、途上国のお危機、封じ込め政策っていうの、重要な局面にそろそろなってきたんじゃないですかね。アアジアではそういういう資金流動性の、うん、まあ救済 措置としてチェンマイイニシアチブっていうものがあって、日本などが中心になったお金を出して、うんえー、途上国を支えるみたいなのがありますけど、これ、まあ、アメリカがドルを引き締めるってなると、そういうところの影響、もっとものなので、ちょっとこの現状ですと、まあ、国際的な枠組みとして、はい、今回の、まあ、コロナ由来といいますか、コロナに誘発された債務危機であったり、通貨危機みたいなものについては、はい まあ、全面的に各国強調してやるんだっていう態度を示しておく必要はありますよね。うん、ああ、そういう意味で世界中がこのジャクソンホール会議注目と。はいえー、今日のキーワード、ジャクソンホール会議でした。 さあ,あ,あ、メールやツイッターで様々いただいてます。ジャクソンホールの話で、うん、まあ、途上国支援というところでね、ええー、お話いただきましたけれども、まあ、あの、それに、こう、付随して、うん、これ、中国がこのサークルに入ってないじゃないですか。うん、あそこは、 独自にやりたいってことなんですかまあ、あの、独自にやることで、特にま、アフリカなんかに関しては、より一層影響力強めていきたいところだと思いますし、やはり人民元の国際化、これあの、ドルは元より、日本円に比べてもまだまだ、あの、十分なものとは言えません。だからこれを、ま、これを期化としてということもあるかもしれませんが、やはりですね、この国際通貨になる、 ということは、うん、そのずっとみんなが、まあ、ある意味、マネー、日本円っていうのは、最終的には日本政府の負債みたいなものを、うんまあ、日本政府が出している税金支払いクーポン券なわけですから、それを税金の支払いに用いず、ずっと持っててくれる、それに越したことないわけですよね。なるほど 続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップアメリカ、南シナ海巡り、対中制裁。 アメリカのポンペオ国務長官は26日、中国による南シナ海での人工島の作成と軍事拠点化や、東南アジア周辺諸国への威圧的な行為に関与した複数の中国人に対して、ビザの発給を制限すると発表しました。またこれに伴ってアメリカ商務省も中国企業24社に対し、輸出禁止措置をとると発表しております。 はい。はい、これに加えて、はいえー、26日朝には、うんえー、内陸部、沿岸部、それぞれから中距離ミサイルを南シナ海に発射ということで。はい、はい。今朝の産経一面です。はい。 ああそうなんですよ産経一面なのに他ではあまり取り上げてなくてですね、えー、非常に、まあ、不思議なところではあるんですけれどもああいいその一方で経済的なところにコメントをするとえ<っ>えこれ今後ですねアメリカ、中国に対する封じ込め制裁策を拡大していくと思いますでアメリカはある意味で言うと中国に対してかなり強く出られる経済構造です。あー あの、もともとですね、えーま、トランプ大統領はむしろ中国からの輸出が、うん、国内の雇用を圧迫してるみたいな話をされていますし。はい、で、えー、ただですね、えー、これ、日本、東南アジア諸国、うーんオーストラリア、ニュージーランドに対してはですね、 この中国への輸出、はい、それにかなり大きく依存している経済ですので、うん、この対中安全保障面での対中封じ込め策これはもう確実に進みます、うん、でその影響でビジネスの環境に大きく変化が出てくる、はい、ではそれに対してショックを最小限に抑えるためにはどういった対応が可能なのかっていうのを真剣に話し合っていかない なななければならないいどういうことか、まあ、これあのつまりはアメリカが中国に対してどのぐらい強く出るのかどうかっていうのを日本が左右するという力はない,いわけですね。でそういった環境の中でまず中国からのサプライ例えば部品であったりさまざまな工業製品の取引が滞る。はい、じゃそれにに対して特に、まあ ファーウェイであったり、うん、そういった情報通信関連だと、富士通と NEC がどこまで供給できるのか。はい、実際 5G 関連の中国への制裁、それを行うときに、はい、じゃあ代わりに、えー、まあ、うん、アメリカ陣営で、 あの、それを供給できるところは、あるんですかと言ったら、技術的にできるのは富士通と NEC だと。ただ、ずっとビジネス、中国企業に押されてたので、そんなキャパを持ってないと。たくさん作れないと。たくさん作れないと。じゃあ、これに対してどうやって、これは日本国内だけではなく、アメリカ陣営全体が、 変な話。日本企業をそれで応援するっていうのもなかなか難しいフレームではあるかもしれませんが、はい、そうやって中国が占めていたところを埋めるための経済活動っていうのをどうやって各国が後押ししていけるかっていうのは重要になってきます。で、またですね、はい、目先ですと中国がたくさん買ってくれてたものを買ってくれなくなると。はい、この問題についてはですね、やはりもう一 エリアを広めた東南アジア全体そして何と言ってもインドとの結びつきというのが重要だと、はい、でこういった各国の中でインドとの結びつきが強い国は、うん、まず筆頭はもちろんイギリスでそれのと加えて日本もですね、はい、非常にインドとの外交というのを重視してきた国です。うん、でそういった形で 需要の穴を東南アジア、インドでどうやって埋めていくのか、うん、そのための貿易 協協定定でああっったり経済連携協定ってていいうのを模索していく必要あると思いますねうんあの中国が買ってくれない問題っていうのは、うんまあ、日本もそうですけれども、今オーストラリアが直面してますよね、うん。そうなんです。日本に対しては中国は、やはり日本から買わなければならないものもたくさんあるので、そこまで強く出ないんですよ。うんあ,のあとはやはりあの アメリカとバチバチやってるときは中国って日本とはことを構えない。はい、アメリカと密月になったらガンガン日本とことを構える。つまりあの中国経済としては日米両方と構えるのはやめたいんですよね。二正面作戦。は避ける一方でですね、オーストラリア、ニュージーランドは、はいえー たくさん中国には売ってるけれども、中国側としてオーストラリア、ニュージーランドがないと困るってことがあまりないので、あ<ー>だってオーストラリアなんかはいわゆるコロナ関連の調査を始める今年の春ですよね。って言っただけでいきなり貿易制裁ですからね。そうですよね。うん、独自調査させろって言っただけでね。そ<う>うん ですので、このオーストラリア、ニュージーランド、ここですとやはり主要産品は農作物、はい、または、えー、一次資源。ああ、手鉱石とか。これたくさん買う、または買いたいと思うような国。うん、アジア太平洋州でどこか。まあ、これ日本になるんですよね。うんえー、そしてまあ、東南アジア、インドおってわけなんですけれども、はい、どうやってオーストラリア、ニュージーランド、お前、まあ、ファイブアイズの一角と、<laughs> うん、日本が 経済的な意味で結びつきを強めていくのかというのはこれから実はうん確かにあの昨日あたりニュースになってましたがあのキリンがオーストラリアの飲料大手を中国企業に売却しようとしてオーストラリア政府が、うん を出さなかったっていうのがありましたよ、ねはい、まあこういう感じで間接的にも影響との出てくるかなと、うん、あのまさにですね、えー、これからあまあこれまでもやっぱり日本のお、まあ、経済団体諸団体というのは、はい、どうやって中国ビジネスを拡大していくかということに注力してきた20年だったわけなんですが、はい、そろそろですね生産拠点としての中国の魅力はだいぶ下がってきてます。 おもちゃとか服とか見てください。はい、メイドインベトナムですよね。うんうんうん。多いですね、えー。マレーシア、インドネシアも、はいえー。そういった形で移ってきている。今度はじゃあ、需要化、買ってくれる先としての中国っていうのを考えたときに、うん、もちろんですね、例えばインバウンドしかり、はい、えまたは、えー、いわゆる戦略うと関係ないような商品。うん えまあ車かもしれないし電気機械の一部の電気機械えかもしれないそういったものについてはしっかり貿易は行いつつえまあいわゆるコア技術にあたる部分についてどうやってまあデカップリングって言いますけれどもいわゆる中国ネットワークとは別のネットワークを強化していくかっていうのはまあかなり本当にね10年20年もっとかな、え。ー こ,れこの状況続くと私思います、はいえー、なので、この新しい冷戦下というのに備えると、うん、冷戦下、ソ連に対して、はい、日本、別に輸出してなかったわけでもないですし、えー、ソ連から物を買ってなかったわけでもないです。うん、あのですから、しっかりと商品の取引をやりつつ、そういった戦略物資の取り扱いについて、どういうふうに、まあ、規制とか、障壁設けていくのか、うん、これも課題になってくるんじゃないんでしょうかね。うん え今日のスクープアップアメリカが南シナ海をめぐって対中制裁というところから日本のではスタンスの取り方というところまでお話しいたただきました今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田幸司の OK、c ー j i s u は東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。 生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてくださいポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木ひとみさんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ 7時台は女優の秦道子さんによるラジオエッセイ秦道子のいってらっしゃいなどニュース以外のコンテンツもご用意していますさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますさらにもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊富士で毎週火曜日に飯田浩司のそこまで夕刊を連載中ですこちらもぜひチェックしてください